ツーリングしてて、まあ、体も風に打たれて疲れるとか、まあ、乗車姿勢で疲れるとか、その話は今からします、後でしますけども、ですけど、もう一つね、目が疲れるんですよね。特に、年取ってくるとこれはきついです。アスファルトの照り返しがありますので、とにかくきついですよね。それで私は昔はありのままの風景が見たいという思いがあったので、そんなに眩しさっていうのとか目から来る疲労っていうのは若い頃感じなかったので、ね、ほとんどの場合クリアのシールドをつけていました。で、まあ、シールド越しに相手に顔が見せられるというか目が見えるっていうのも、コミュニケーションするときですね、アイコンタクトでコミュニケーションするときには役に立つこともあったので、クリアにしてましたけれども、ここ最近はやはりこれも10年ぐらいですか、この10年ぐらいは50代になってからですけれども、ライトスモークの、シールドにしています。つまり、まあ、軽いサングラス的なものですね。で、串谷 のシールドは UV カットもあります、紫外線のカットもありますので、ただ眩しさを軽減されるだけじゃなくって、目に対する紫外線の攻撃も少なくなりますし、それから顔も日焼けもしません。これ割と重要ですね。日焼けすると疲れてしまいますので、顔の日焼けをしないっていうのも大事なんですね。今日はフルフェイスかぶってますけど、これジェットヘルでもライトスモークやってますけど、ヘルメットをかぶってる間はほぼ日焼けしないですね。で、ライトスモークですとトンネルの中に入った時とか夜間でも、まあ許せる、クリアよりは、視界っていうのが暗くなって見えにくくはなりますけれども、本当のスモークにしてしまうとですね、ちょっと暗くて支障が出るぐらいの時もあるんですよね。トンネルに入ったらシールドを開けないといけなくなる場合とかもありますし、夜に走るのはスモークシールドでは危険ですね。スモークシールドをつけている場合には、夜のために替えシールドを用意した方がいいと思います。まあ、ライトスモークですと、まあ、ギリギリ夜間でも、まあ、許容できる範囲かなというふうに思います。かつ、日中のその眩しさっていうのを、結構軽減してくれる、目の疲れっていうのをかなり軽減してくれるので、ライトスモークは、おすすめですね。でそれで目の疲れをなんとかかわそうとしています。もちろんサングラスと組み合わせて日中はサングラスをしてっていうのもね、いいと思います。私乱視と、近視遠視全部入っているっていうですね、そして左右で視力差があるっていうちょっと面倒くさい、視力なので、それでサングラス作るとまたお金がさらにかかってしまってですね、ちょっとそこまで手が回らないんですよね。それで、ライトスモークのシールだけで済ましています。はい、アサリ峠をトンネルで越えていこうとします。こちらの旧道、昭和の頃は飛ばし屋が集まった道ですね。こっちから行くやつですね。今通行止めになっていると思います。はい、これトンネルの中ですけど、これはまあ比較的明るいトンネルですが、ライトスモークでも見えていますね。カメラではどうでしょうか、アクションカメどうですかね。暗所対応割とこのソニーの AS300 してくれるんで、割と見えてるんじゃないかと思いますけど、このライトスモークでもシールドでも結構ちゃんと見えますね。さて、ここまで、装備の話ばっかりしてきました。で、まあ還暦で体に、だんだん体力が落ちてきても、まあ、疲れないツーリングですね。今度はいよいよ走行編なんですけど。